Hello everyone, how are you?Global Creative Canada English Head Coach の大輔です。今日も一日一シチュエーションやっていきましょう。今日の表現はこちらです。Let me do it.Let me know.Let me do it. 私にやらせて、僕にやらせてっていう意味です。Let me know は私に知らせて という意味です。Let me は、Let はもともと、何々させるという意味があります。Let プラス人、プラス動詞を書いて、何々させる。人に何々させる。で、Let は最初に来ているので、命令文です。Let me do。私にやらせて。it それを。Let me do it。私にやらせて。 もしくは、Let me know 私に知らせる。私に知らせてこれは直接、そのまま覚えておいた方がいいかもしれません。例えば、料理をしてくれた友達がいて、私にお皿洗わせてとかだったら、Let me wash dishes。だし、Let me do it でも OK ですね。友達がお皿を洗おうとしてたら、 no 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 do、no. let me do it 私にそれをやらせてという言い方もできます。let me do it 私にやらせてもしくは、let me know 何かあったら私に知らせてという表現をぜひ覚えておいておきましょう。OK?So、okay? that's all for today and thank you for watching.See you tomorrow. Bye bye.